この時期になりますと毎年そろそろもう暖かくならないかなと思うんですけれども、今年は特に被災地の皆様のことを思いますと、早く春が来てほしいな、暖かくなってほしいなと思いますね。さて、申し遅れましたが、私本日司会を務めます野尻あかねと申します。私現在福岡に住んでいるんですけれども、熊本がふるさとで、そして NHK 熊本放送局でこのアナウンサーとしての第一歩を踏み出しました。ということで、熊本は私の原点、ふるさとの土地です。こうして皆さんの前でふるさとで司会ができるということ、本当に嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。昨年令和5年、陸上自衛隊第8師団にとっては決して忘れることのできない辛い出来事がありました。それでも前を向き、任務に向かう隊員たちの姿、皆さんたちも温かく見守ってくださっていることと思います。本日の定期演奏会第1部は、殉職された隊員とその後も任務へ向かう隊員それぞれの仲間たちへの思いをテーマに、そして第2部は、これまでに第8師団が歩んできた時代を振り返り、さまざまな苦難を乗り越えたその先へをテーマにお送りしてまいります。それではプログラムに参りましょう。最初にお送りする曲は、ジェイ・ポコック作曲、友愛のファンファーレと聖歌です。勇ましいファンファーレと軽快のメロディーにより、今も被災地で災害派遣に従事している隊員をはじめ、各地で厳しい任務へ向かう仲間たちへエールを送ります。それではお聴きください。ジェイ・ポコック作曲、友愛のファンファーレと聖歌。本日の演奏は陸上自衛隊第8音楽隊、指揮は隊長原口博文、二等陸尉です。Thank you.
お送りした曲は友愛のファンファーレの聖火。ここは建物内で空は見えませんが、突き抜ける青空が見えるようなとても爽快な曲でした。勇気に一歩踏み出す勇気がもらえそうな、そんな曲でしたね。